国語は中華人民共和国関東省甲州市に本社を置く音楽配信プラットフォームを運営する企業である。テンセントミュージック参加の中国の3つのフリーミアム音楽配信サービスのうちの1つである。月間アクティブユーザー数は4億5000万人を超えている。中国最大のオンライン音楽サービスであり、市場シェアは28%である。2004年に 中国発の音楽配信サイトとして開始。数千万人以上のユーザーによって魅了されることになる。2006年、関東省広州市にて、広州国区計算机科技有限公司を設立。北京市と上海市に支社を置き、従業員数は1000人を超えた。2008年、音楽モバイルクライアントアプリケーションが開発され、ダウンロード数が急増した。2012年、 歌手の昇進権は、久保ライブを立ち上げた。オンラインで、音楽パフォーマンスやコンサート、音楽バラエティショーを視聴と同時に対話することに、参加することが可能となっている。2017年、テンセントは、チャイナミュージックコーポレーションを買収したことにより、参加の音楽サービス部門と統合し、独立子会社として、テンセントミュージックエンターテイメントグループを設立した。これにより、 同じ音楽配信サービスである、救急音楽、空を、及びカラオケサービスのウェジングとともに、同企業参加のサービスとなる。権利者との契約に基づき、テンセントミュージックが所有する他の音楽配信サービスと同様、中国本土以外からは再生できないようになっている。同じくテンセントミュージックが所有する他の音楽配信サービスと同様に、 主な有名歌手の楽曲の一部の再生については、有料会員サービスである VIP メンバーへの加入が必要となっている。マイクロソフト Windows および MacOS では、Web ブラウザでは一部の機能が制限されており、完全な利用にはアプリのインストールが必要になる。iOS 版および iPadOS 版は、App Store からのアプリの入手が、Apple ID の国、または地域名が、 中国本土に設定されている場合のみに限定されている。また、PC 版と同様に、モバイル専用ウェブブラウザでは一部の機能が制限されている。アプリの起動時には、ハロー、久保の音声が流れる。ありがとうございます。